さあ、いくら火力出すでしょうか。多少時間殴り入るけど。とにかくちょっと、よし。ワン県民チャンネル。はい、どうもケミです。ということで、今回はですね、ハーレーまだまだ使っていくよということで、さあ、早速やっていくんですけど、見てください、この HP がやばいことになってますよね。そうです、この最大 HP の状態、アイテムを使っております。アイテムを使った状態で、割合 SS どれくらい入るのということで、ちょっとやっていこうかなと思っております。ユタトロも連れてきております。この子は 99% の割合ダメージ持ってるんで、どうなるかなっていうことなんですが、道中どうなるかな、これ。勝てる？これ。ここが気になるんやけどな。まあまあ、こんだけ HP あればなんとかなるんでしょうと。あとはちょっと SS 溜めをね、しっかりやっていきたいところなんですが、メタトロに関しては28ターン。この子は何で SS ターン短縮でもついてる？ついてる感じしない？あ、してるね。さすがについとかんと。たまらんもんね、これ。やっていきたいところ。アビロックされてるから一緒だな、これ。ということで、どんどんね。で、行くわけなんですが、なかなか SS をね、溜めづらい。この辺で溜めていきたいとこですが。あんまりやるとね、即死来るけど。即死耐えれんのかな、これ。こんだけ近かったら耐えれそうじゃない？そっちするよね。まっすぐ？あ、見やす。あ、見やす。あ、全回復。ほぼ全回復の状態で。そう。あらららら、OK。あ、その攻撃は無駄だ。そしてね、友情そこにから発動してしまうと。いいよ。じゃないの。とりあえずここは進んだけどさ、どうなるんでしょうね、ほんとに。いいね、やっぱパルスが強いよ。パルス強いわ。ほんとに強い。こんな攻撃は無駄だ。もうどっかの名シーンみたいな感じですが、よいしょー。 SS 溜まるこれ。はい、もちろん HP 満タン状態で打ちたいんですけど、さあ、使っていくでしょうか。おー、いいね、直殴り入ってるよ。さすが攻撃力4万超えてる。いいよー。これ高いんじゃないここで。エクスカリバー使う方がいいと思う。こんだけの HP があるからこそ、こういう感じでね、立ち回ってるだけの話があって、どうだったでしょう。感じにハートも湧いてる。行きたいところ、一回ちょっと割合クラスする分、特殊の攻撃、どれぐらい食らうんかな、これ。見ていくわ。倒しかねんけどな。だから時間がないから倒さんと思うけどな。ちょっと左寄って倒したし。倒しても。次見てみよう。パルスを見て。よいしょ。強すぎだろ。なんだこのキャラは本当に。いいね、メタとの相性いいね。あれからね、挑戦権解放したキャラもいるんで、攻撃型の挑戦権解放したんですよ。全部ではないけどね。中には感謝してるやつもいるんで、そいつがめちゃめちゃ強いと思う。うん。したいとこですね。何で、溜まってきたかな？消えちゃったけど、大丈夫かな。ちょっと痛くねえか、これ。こんだけの HP じゃなぁ。いけるっちゃするなぁ。どうだろう。もう一回、検証したいんですけど。お兄さん、検証したいんですけど。ここにまたのフォロー、どう？まあまあ、軽く出してる。どうですか？普段やったらやられるところ。おん、耐えたよ、ギリ耐えた、いける。ハートちっちゃいな。ハートちっちゃくねえか？でも、飛んじゃう。どっちか。最後で上に耐えられた。耐えてる。
あれこれ。あ、OK、カルスやった。ははは、光線来たわ。さあ、割合ですね。全然溜まってないんでね、ちょっともうちょっと溜めていきたいところですね。おー、めっちゃ怒ってるけど。メタトロン溜まる？痛いな、なんか気が入った。そっか、こいつ、魔族キラーかなんか持ってんだな。多分そうだよね。そうだ、右側の方は持ってる気がするな。それは想定外だ。お？取っといて。メタトロンまだ溜まらないのか。もうちょっとチャージしたかったな。一回ハート取って。どうかなあ。お。あ、痛いね、痛いね。ここで相手、飛んでいきます。よし。私はコンテがしたいんだよ、コンテが。HP 満タン状態で打ちたいんですけど。よし。で、よっしゃー。ここぞとばかりの、便利なアイテム、ミラクルミン、取ってこう。いいよ。これで撃つわ。これでね。さあ、いくら火力出すでしょうか。多少時間殴り入るけど。とにかくちょっと、ポン。OK、2300万。え、こいつ HP 多くねえか？めちゃ多いじゃないか、これ。どうなってんだ、これ。マジかー。さくら。出るか。そなた。出ていこう。まだ煩悩が残っておる。いやー、HP 多いな、こいつ。さすが、キンキ。おぉ、残ってるね、残ってるね、いいよ。めちゃくちゃキラッと入るじゃないですか、これ。ちょっと待って。思ったってか。で、この子も、壁を使いますと。サイトとこう、自滅できるか。いいぞ、いいぞ。よし。こんなに。いやー、見残しじゃないか。見残された私。大丈夫だ。使おう。よっしゃー。このためのアイテム。ミラクルミン発動。さあ、割合です。今度99%で打っていくよ。ちょっとね、これ。やはりそれから、変に。よし。バン !1400万、いかがだったでしょうか。ハーレーアルファの方が SS 割合なんか高い感じしましたよね。まぁ、ちょっとビビたる差なんですけど、こちらを見れば一目瞭然。はい。ということで、こちらを見てもらうと、ハーレーの割合、そうです。2段階目になると、消費した HP のかける100倍になるんですね。メタトロンに関してはもう1段階目しかないんで、ちょっとターン数長いんだけど、こちらは50倍しかないので、実質、ハーレーの方が消費した HP 分、割合が高いんで、1% ぐらい多くなる。そんな感じになっております。なので、ハーレーかなりめちゃめちゃ強いので、まだまだガチャ狙えます。まあ、エヴァンゲリオンのガチャとかもあるんで、まあちょっとね、こちら回していただいてもいいかなとは思うんですけど、オーブに余裕ある方はぜひぜひ狙ってみてはいかがでしょうか。というわけで今回はハーレーアルファの割合 SS 最大 HP について打ってみた。どうなった？こういった感じになりました。ご視聴ありがとうございます。ケンキーちゃん、高評価、チャンネル登録をよろしくじゃ。ツイッターのフォローも待ってるっつ。
明動画もぜひ見てってくれ。